皆さんこんにちは、バレーボールユニットのアリサです。モエです。ポイントです。よろしくお願いいたします。ここで落ちました。その後、実は起き上がった時にこう持ってきてる。うわー、なるほど。ずっと優しいのタッチがだからね、なんかやられてるよね。でもこの辺で嫌な気はするよ。で、それを単発でやるとこういう感じで、はいはいはい、最後までかけた方がいい。あ、大丈夫。で、多分柔らかいとまだ平気だもんね。だから、あの一般の人はね、この辺で痛いから倒れ始めんだけど、これがね、手首をグッてやる感じだと、これ反射になるでしょ。だから、うちちょっと普通のちょっと合気道とちょっと違うんですよ。ちょっと違う、なんか、スポンジを水の含んだスポンジをふわーっと、ふわーっと縮めて、込まれた感じが似合すぎるのかもしれない。手首にいってるわけでもない。手首にいってるわけでもない。ってなんかもうね、勝手に膝が崩れてっちゃう。なんだろうかしら。わからん。これちょっと違うな、しょうがないね。やばいね、これ。この形からいきますか。で、さっきの、まあ、こうなりました。で、起き上がってきたら、ここを、ここで、こう持ちます。で、ここでくるんと持ってくる。そうで、この手で上からかぶせて下に下ろす。で、今ね、こうやるとここが楽なんですよ。ゆっくりこういう方向、そうするとほら、肩がこう、肩と肘が内側に入るんで、バランス崩すんで、で、指、そう、そうするとこう、最初にやった感じだと、こういう方向だと何も響いてないじゃないですか。この方向だと肘と肩が内側に出て、で、これはずーいなくなった。なんじゃこりゃ。なんだろうか、説明が難しいけど、で、一旦持って、こうなって、起き上がってきて、起き上がってきて、これどうする。で、この手をね、持ち替える、逆向きになるの。お親指でこの4本目と5本目のこれの間を押さえといて、で、これでこう持っていく。はぁ、で、で、こう、そうで、こう、これだとまたこうなるから、こういう方向、こっち側にこうなるでしょ、で、手首を下に、そうそうそう、うわぁ、なんだ。最初こうかけて、ここがちょっと、どの方向なのかな、なんかこういう風に向くと分かりやすいかもしれない。あ、そうかそうか、そういう風にこう向けば、このままこう持ってくると分かりやすい。あー、はいはいはい、こう持ってくる、そう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 、そうすると、こうやる必要ない。体をこう持って、こうで、こうなって、はい、あ、まあ、それはかけたやつして、こう持ってきて、そうそうそう、うん、で、こう持ちます。こう持って、4本目と5本目の間がいい。こう、うん、だから柔らかいところ。なんだこれ。
こっちもなんだこれは。何やってんのか。何やってんの。柔らかい人。柔らかい人はそういう関節が決まらない。関節決まらないみたいな。すごいくない。ちょっと悪さ自分で。で、ここ固まってたらいいの、私も。ここ、これ何？何ですか？え、こう？こうなってんの？こう？え、こう下ろす感じ。こう？それはね、やりすぎて抜けちゃうんだよね。わー、全然聞いてないね。先生、ダメでした。あ、だから手首だと、そう、手首だとこういっちゃう、うん、ここいくら詰めても、うんうん、ここになんかグッとくるでしょ、はい、そうすると影響力ないんですよ、うん、なんか優しくやるとね、受ける力が、うん、だ手首攻めてるっていうよりこの辺りから、はい、寝てちょうだいよっていう感じ。私はやり合って大事に寝てくれ。そうだもん、ね、優しい方がいい。優しい方がいい。それが難しいよね。難しいよね。なるほど、難しいよ。手首決めて倒してやるにすると、うん、まあ同じぐらいの体格の人だったらあれですけど、うん、自分みたいに大きい人は多分手首が強かった。いや、そうですよね、確かに。はみたいなね、グッとやると、うん、それより優しく、なんか優しくしても強いね。首の座ってない赤ちゃんをこう癒す、あ、そういう感じのがいい。ってなるかもしれないけど、そういう感じ、優しく。なるほど。じゃあこれをちょっと発展させたい。せっかくバレリーナなんで、ちょっとその要素が入ったの。やりたいですね。さっきここでフワーッとすると倒れるよって、実はこれは超難しい。ああ、そうだね。で、普通はまあ関節でパッてやるんだけど、うん、まあ相手が手首強かったり柔らかいとなるんですよ。で、バランスが崩れないんですよ、相手の、うん、ここだけで、うん、で、じゃあ他の方向にバランスを崩すために、うん、転換っていう方法があって、うん、ここから180度転換して、そう、ここが難しくて、ここがだからバレエのあれが、こう反射が出ちゃうんで、ここで指先でね、なんかもうなんかわかるわ、なんだか変な感じ。ここだとなんかここって感じなんだけど、こっちだとなんかもうできない。そうそう、できないとか、ここはねやる気になんない。この手のままこう、ここからいくと、うんっていうのが、これで、そうそうそう、あの感じ取られちゃうから、ここはもうこのままの感じでふーっと回っていく感じ。へー、で行くんだ。こうなってんの？あ、そこから逆で。あ、これなんじゃなくて、なんだこれ？あ、ここ、このまま行く。で。二人とも手がこうたわんでるとね、相手に影響力がないんですよ。あの、ちょうどいい釣り具合というか、ちょっと気持ち引っ張った時に、あの、こうお互い緩んでると、もうあとも何も影響力なくて、ちょっと伸ばし、伸ばして、ちょっと前のめりになってる感じが欲しい。はいはいはい。で、この感じでこう欲しいんですよ。おー、なんか雰囲気的にはこう入ってる。じゃあちょっとあ、ちょっと抜いてこうなってますね、はい、こっからこう入ってる。おー、あー、すごいね。何が違うのかしら。ちょっともうちょっと抜いて、こうやって持ってる。あ、上からこうか、うん、こうしてこうして、あ、雰囲気は。あ、でもな、あ、何言ってるの。やってみて。
左手な。さっきほら、左手でこうやったのがそのままか。かかんないからこの方向。このまま回るんだけど、ここがね、じゃあ難しかったら背中合わせにして、うん、で、このままこう回るっていう。ああ。これ簡単かもしれない。そう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 。あ、でも、うん、あ、あれあれあれですね。そうそう、で、そう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 。ああ、なるほどね、なるほど。背中を。じゃあ、ちょっとやって。なんか、こうで、この状態が。うわあ、今のは大きいやんね。相手のこの高さに合わせるから、ここに意識してこう回っていく。それで変わると思う。ちょっと下めに自分のやりやすいへその下あたりに持ってって回る。そうそう、いやいい、それ回ってみて。ほらほら、ああでも感じが変わるし。さっきは上がったままだからさ、あー、ふわふわってなっちゃった。ちょっとやってね。おー、うまいうまいうまい。右手のリードがすごい。いや、全身全身なんか、こう掴むときにこう掴む、上級者なんで、ちょっとかけて、このタッチはいい。あの、掴むとやっぱこうなっちゃう。これで回る。あ、これで回る。お、うまい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 。で、おー、かっこいい。あ、オッケーオッケー。上手、めっちゃ上手。やった。すごい。回るのすごい上手。めっちゃ上手。でも踊られてる。あ、そう、サイコパさん、サイコパさん踊ってるのよ。こんなに踊ってるのってのまま持ってる。あれあれマジ力入れてない。でもすごい、いや、そういうものがついてる。すごい、ここまでできたらいい。いや、いいですね。ちょっと強くない。うまっ、すごい。でも踊って見えるのがいいわ。そうそうそう、合気道の演武とかすごい綺麗。ということで、以上、はい、合気道コラボでした。